あなたは見た目が原因でいじめられたことがありますよね。断言。ですが、あなたのその面白い顔は、実はとても魅力的なもので、からかってくる張本人は、ギフトを持つ、あなたの魅力に寄ってくる、電柱にたかるハエなのです。今回紹介するスレは、ブサメンでいじめられているイッチが、その対象スレミンに相談する内容となっています。本来であれば、いじめ相談センターに電話するのが良いのですが、同じような体験者がいそうな2チャンネルにスレを立てたイッチ。もし、あなたがイッチだったら、と、この動画をご覧くださいね。それでは、始まり。真面目な話、ブサイクが原因でいじめられてる場合って、どう対処すればいいんや？改善策は整形するしかないんか？鍛えればいいやん。マッチョなブサイクになるだけやん。力で落とせばいいだろ。せやなー、10代は、腕力だけで基本なんとかなる。泥ブサよりは、ブサマッチョの方がええやん。ブサイクでも、清潔感さえあればいじめられないぞ。お前もブサイクやんってカウンターする勇気さえあれば、なんとかなるやろ。それが、極度のブサイクやねん、言い返せん。そいつらをブサイクにしてあげる。そういうドラえもんの道具あったら欲しいわ。ブサイキングに進化する。そんな感じのあだ名で陰で呼ばれてたから笑えんわ。身長体重と、誰に似てるかスペックくれ。172cm、57kg、似てると言われたことのある有名人は、ジミー大西、プラスマイナス岩橋、めちゃイケのさんなか、こんな感じやな。その見た目なら、ギャルソンのオムプリウス着て、ブサイクやけどなんかオシャレに気を使って、自分の世界持ってそうなやつポジションに移るしか一般人には道あらへんな。ゴムでギャルソンとか金かかるな。マスクしてればええんやないか？威圧感あるタイプのブサイクなら、逆に怖がられるんとちゃうか？どっちにしろ積んでるな。すごいブサイクやのに、いじめる側のグループにおるやつとか、可愛い彼女連れてるやつもおるし、顔だけでいじめられるとかはないんちゃうか？清潔感出したら？むしろ清潔感には、人一倍気を使ってる。自動車学校でいじめられるとか嘘だろ、教官としか合わねえよ。それが、中高の同級生に遭遇しちゃったんや、それで、坂道発進もできないんか？わら、とかいじられまくったんや、だから3月は不登校になって、人が減った4月に登校再開したんや。そんなの、ジミー大西のモノマネして乗り切れよ。最強のいじめは、しかとやで、いじられてんのは、無駄手がある。モロチンしかとも経験あるで。女はともかく、男なら顔悪くてもオシャレやったらいじめられたりせんやろ。男でいじめられるやつは、見た目に最低限度の気遣いすらしないやつやったり、性格、思想に難あるやつばっかや。むしろ服は好きで、コロナ前はよく買い物行ってたで。マッチョや、同じクラスにボブサップみたいなやついて、いじめようと思わんやろ。ボブサップも、アメフト時代にいじめられたらしいやん。マイク・タイソンも、元いじめられっ子や。いじめって、どんないじめやねん、そいつらおらんと困るのか？暴力、悪口、変な噂を流される、物を壊される、隠される、財布やスマホを勝手にいじられる、こんな感じやな。具体的に言うと特定されそうやから言わんか。さすがに盛りすぎ。全く持ってない、むしろ特定怖いから、具体的ないじめの内容を書いてないで、現実はもっとえぐい。一回、死ぬ覚悟で戦ってみせろや。ブサイクってだけでそこまでされるのも違和感あるし、他に何か原因あるんちゃうか？その原因がわからんのよな。初対面から、おいきもめんって言って蹴られるとか、普通ないやろ？そんなんなら大半鍛えて威圧したら解消するやろ。手を出す必要はない。筋トレはちょっと興味あるわ。ガリガリなのも舐められる原因やろし。本当は、ブサイク以外に原因あると思うぞ。悪口、変な噂程度で済むなら、ともかく暴力やったり、物壊されたりは、性格とか思想に難がないと普通はやらない。そうか、性格を見直さないとあかんな。歩いてるだけで、キモとか、今ヤバい人いたよね、とか言われるレベルじゃないと甘えだわ。本当のブサイクは、会った瞬間女に関わりを持たないようにされる、そのレベルじゃない限り、大丈夫や。まさにそのレベルやぜ。自信ありげにしてりゃいいだろ。てか、ブサイクってそもそも目立たないし、言うほどいじめられるか、って思うが。悪目立ちするタイプのブサイクなんよ。いじめられるってどういうこと？友達できんかったり、友達になってくれないだけでいじめられてる認定してるのか、イッチは。ちゃうで、友達になったと思ったらいじめられるんや。向こうからしたら、ブサイクと友達になりたくないんやろな。言いたいことわかったわ。友達になっても、上下関係ができて対等になれんってことやな。それはブサイクも原因やな。友達に勝ってるとこがあれば解消されるんちゃうか。例えば、絵が友達より上手いとか、歌が上手いとかそういうの一切ないなら、これからも厳しいかもしれん。
それはいじられる隙があるだけやんか。その隙があるっていうのがよくわからんのや、ワイは普通にしてるつもりなんやが。坂道発進できてたら、そのいじりは発生しとらんやろ。そういうことか、ワイ、運動神経皆無やから無理やで。仮面つけて投稿。できることならそうしたい。友達を自分から探せばええやん、寄ってきてくれるやつだけ相手しとるんちゃうか、そらおもちゃやわ。それがこっちが話しかけると避けられるんよ。孤独になれろ。笑え、豪快に笑え。それじゃあ単なる。笑った不細工やん。いじめをいじりに変えれるくらいのトーク力と運動神経。どっちもないなぁ、アインシュタインの稲田とか憧れるわ。高校2年生の時の友人がきっかけで、いじめからいじられる人気者になった稲田さん。当時のことを振り返り、稲田さんはこう語っています。みんなが僕をいじりすぎてる時、友人が心配してくれた。こういう友達がいたから、僕の心は育まれた。このような、信頼関係があって成立するいじりも含めた体験談をスレミンたちが語る。ワイも極度のブサイクやが、いじめられたりとかはないわ。男友達ならできた。女友達は相手の恋愛対象にまず入らないから、できそうになったことすらないわ。でも、男友達できても遊んだりするときに、外歩くのが苦痛だし、自分の顔見られてるのが嫌で、結局男友達とも縁切ったわ。連れて会話できるんやから、一致も友達はできると思うで。本人に失礼な話だが、いじられキャラブサイクいたけど、そいつニヤニヤして応対してたから、余計絡まれてた気がする。とりあえずやってるなら、愛想笑いやめろ。どっちかっていうと、無表情タイプやで。マジレスすると、ブサイクでいじめられることなんてない。ブサイクでかつ陰キャだからいじめられる。ブサイクで陽キャならいじめられない。勘違いしてはいけないのは、ネクラと陰キャは別ってこと。陽キャぶりたい陰キャのブサイクは、一番鼻につくから最もいじめられやすいかもしれんな。そもそも、いじめなんて消去法で一番浮いてるやつがターゲットだろ。理由はなんだってありえるだろ。ほんまか？わい、第一印象悪いから、友達できなくて苦労してるわ。お前の性格の問題やから、その念だともうどうしようもないけどな。そうか、もう諦めるしかないか。小学校でいじめられる、まあしゃあない。中学でいじめられる、地域ガチャ、ハズレやな。高校でいじめられる、底辺校かな？高校は、底辺校やったで。整形しろよ。元がどんなにひどくても、二重、鼻高にさえすれば、確実に普通面以上にはなる。学変形障害、二重にしたところで意味ないわ。金がないんよな。親もそんな理由で出してくれんやろし。不細工なりの可愛さはあるけど、整形したら普通にキモくなるリスクあるぞ。それが怖いんよな。金払ってそこまで変わらんかったらきつい。不細工が原因じゃなくて、不細工なのをつけ目に感じて、下手に出てるのが原因やろ。それもあるかもしれん。整形から逃げるな。でもやっぱ抵抗あるわ。取り巻き耐えて顔に文句つけてくる奴らを足腰立たなくなるまで叩けば解決。とりあえず筋トレ頑張ることは決定した。ステロイド使って筋肉ゴリラになればいじめはやむやろうな。とりあえず筋トレは始めてみるで。得意分野を持ってる他に人にはできない。何か魅力を持ってたら容姿関係なくリスペクトできるやん。自信のなさが雰囲気で出ちゃってるのだと思う。筋トレでもなんでもいいから自分に自信をつけな。筋トレは始めるわ。市営ジム行く。一致はマスクして投稿してるみたいやが、食事の時どうしてるんや。そのレベルだとマスク外すのも怖いやろ。口元が危険だから昼飯食べる時いつも困ってるわ。トイレで食べるのは今はコロナだし避けたい。昼ご飯は食べないで図書室で過ごしてる。スキンヘッドにして眉毛全すりにすればええ。怖すぎやろ。ちなみにワイ、今大学生やで。高校までならともかく、大学ならどうとでもなるだろ。周りだってブサイク陰キャにわざわざ構うほど興味ないだろ。平和にぼっちやってろ。こんなもん、書き込む方も書き込む方やけどな。それ以外が PPU の、嫌いだわ。こわ表になる。圧倒的な暴力。そして、いじめそもそもをなくせないか？という別の話へ。ガチのマジで学校からいじめなくす方法。なりふり構わないならいじめが発覚したとき、加害者側に罰金を科すとか？人と人が関わる以上なくすのは不可能。答え出てるやん。ない、大人ですらいじめあるし。監視カメラ導入しかない。学級制度をなくす、完全単位制、食堂にぼっち専用席を作る、グループワークは任意でなく強制的に組ませる。いい特有やな。閉鎖的空間に閉じ込められるのが問題で、誘導性を持たせればいい大学みたいな単位制の導入。
正直、これが一番現実的やろ。狭い社会が全てと思い込まされてるのが多いし、3日で地域ごと勉強する場所と人間を変えればいける。最終的に全世界の知能指数も上がるし。いじめはなくならないでしょ。だって面白いもん。大人なら心のどこかでそれを知ってるはずなんだけどな。面白いからなくならんということもないやろ。なくならんでしょ。ネット上でもそうやけど、集団で誰かをいじめるのは楽しすぎるんや。 SNS 上でのいじめはどうするんや。それは証拠残るやん。とりあえずはいじめの定義をなくす。そもそもそんな言葉なかった頃はいじめなんてなかったんや。わい、村八部。劣っているやつを攻撃するなんて当たり前の行動だもんな。それでいて学力だの運動だの露骨に差のつきやすいもの、競争を煽ってんだからなくなるわけない。これせいぜい罪を重くして抑止力にして数減らすくらいしかできん。そもそもネットで性配信できる時代に学校いるか。いらねえよな。勉強はネットサービスで、わからない人は学校で、個別対応でいいわ。体育とか音楽なんかは選択制でやりたいやつがやりゃいいよ。いじめだらけの難事で語るのか困惑。そもそも言うほどなくす必要あるか。あった方が自然やろ。ええけど死ぬまで行くのはなあ、不憫やん。いじめっ子の方が成功しとるのが草、踏み台として必要なんや。例えば走るのがクラスで一番速いやつってものすごい自信あったやろ。人より優れたものがあればいじめられへんて。キモータの世界でも描くそうまいやつは自信がめっちゃあるやつばっかやし、そういうのはいじめの対象にはならんのや。お前らはもう手遅れやけど、子供には一つくらい武器を作ってあげろ。それがどっかであいつ調子乗ってるに転化していじめの対象になるかならんかって運やで。ぶっちゃけ理由なんかあってないのと同じやから。そういうやつへのいじめは速攻願えるやつおるイメージやわ。なんか持ってるやつって慕われるからな。女がガンだと思う。あいつらがいるからカッコつけたがり、オスが順位争いする。現に男子校はみんな仲いいし。これはガチ。男子校は羽振りはあっても積極的ないじめはないからな。男子校もいじめあるで。大抵中高一貫やから人権失ったら最後卒業まで底辺や。大学に進むと一切そういったこと聞かなくなるよな。やっぱ低能がやることなんやね。大学のいじめ知らんのか。サークル内はエグいで。いじめられるだけマシやで。こちとらぼっちや。何時で授業やったらええやん。1時間目はこのスレッドやみたいな。くさ。顔で悪口言う人たちは面白いと思っていじってるのありそう。いじりがいじめにならないようにして、いじりを注目される機会としてポジティブに置き換えれたらいいですね。最悪、鈴木拓理論でいけば。いえ。また、この動画の感想や、あなたがしたいじめ対策をコメントで教えてもらえると助かります。このチャンネルでは、いろいろな人の面白人生スレをまとめて面白く、学びのある動画を作っていきますので、どこのチャンネルかわからなくなる前にチャンネル登録していただけたらありがたいです。また、新しい動画でお会いできることを、楽しみにしております。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。